女優の大友カレン18が11日都内で行われた自身の4月始まりカレンダー発売記念イベントを行いピョンチャン五輪の注目選手にスノーボード男子ハーフパイプのソチ逸話銀メダリスト平野歩夢,夢選手19を挙げた逸話直前の大会で史上初の連続4回転を決め優勝した同世代の金メダル候補に大友は 年齢が近いのにすごい技をたくさん決められていてすごい。10代の皆さんがプロ意識を持って競技されているので勇気をもらいますと目を輝かせた。カレンダーはタイの首都バンコクなどで昨年12月に撮影。バンコクの100文字以上に及ぶ正式名称をスラスラと暗唱し報道陣を驚かせた。